神戸市営地下鉄海岸線。海岸線は、兵庫県神戸市中央区の三宮、花戸京前駅から同市長田区の新長田駅までを結ぶ神戸市営地下鉄の路線である。愛称は夢かもめ。ラインカラーはブルー。駅番号を構成する路線記号は、日本で3番目の鉄輪式リニアモーターミニー地下鉄で、神戸市中央区、兵庫区、 長田区南部の再開発地域を結ぶ目的で建設され、2001年、平成13年7月7日に山の花時計前駅から新長田駅間が開業した。建設費の削減を目的として、トンネル断面積を小さくし、車両の高さ、幅なども他の地下鉄と比べると一回り小さい。途中にある、三崎公園駅は、ノエビアスタジアム神戸、 神戸ウィングスタジアムの最寄り駅でサッカーの試合開催時には賑わう。開業時、駅構内の設備ごとに統一された音サインを流すシステムを全駅に導入した。海岸線の電車は開業時から4両編成で運転されているが、将来の旅客数増加を考慮してプラットフォームは全駅6両編成まで対応している。また、北上急行線と同様に都市型ワンマン運転を 行っている。船外折り返しで自動列車運転装置 ATO によるとし型ワンマン運転を行っている。日中時間帯は1時間あたり6本、10分間隔が運行されている。平日は朝6分間隔、夕方7分半間隔、土曜、休日は朝が約7分間隔、日中と夕方は10分間隔となっている。 ほぼすべての列車が新長田三宮、花時計前間の直通運転であるが、朝夕には、車庫がある、三崎公園発着の区間列車も設定されている。朝5時台と夜23時台の始発、最終は新長田三崎公園間の運行である。2002年、平成14年12月16日より、三宮、花時計前方の先頭車は毎日、 終日女性専用車両に設定されている。毎日終日設定は、同時に設定された精神、山手線とともに、日本初の事例である。なお、ノエビアスタジアムでの試合開催時など、著しい混雑が予想される場合は一時的に解除される。1日平均乗車人員は、全10駅中5駅で2000人を下回っている。開業前の輸送人員の予想は、 開業年となる2001年度が8万人、2005年度が13万人とされていた。しかし、実績は2001年度が3万4446人、2005年度が3万9004人と、予測輸送人員の3割程度に止まっている。開業10周年となる2011年度も4万2396人に止まっており、依然として乖離がある。この理由は、 主に次の点が原因とされている。なお、現在のピーク時の混雑率は100%程度だが、JR 和田三崎線の配線が行われると160%程度に上るとされている。輸送力増強のために、新たに車両一編成を購入するための予算はすでに確保されるほか、和田三崎駅の混雑は著しいために、列車停止位置の変更に伴うプラットフォームの 白鳥などが検討されている。2018年10月3日、久本木造神戸市長は、港南大学法科大学院の講義にて、海岸線は1日の乗客が13万5千人で、採算が取れるとして建設されたが、ショッピングモールの開業で少し増えても5万人余りしか乗っていないことを挙げ、ランニングコストさえまかないておらず、政策の失敗としか言いようがないと断言した。 2009年より沿線人口の増加や乗客増につなげることを目的とした社会実験等がたびたび実施されている。依然輸送人員は予測と大きく乖離しているものの、年々徐々に乗客数が増えている傾向にある。なお、土日祝日などに大人一人につき小学生以下二人まで運賃が無料になるエコファミリー制度は2005年より精神。 山手線を含め全線で実施している現在も継続されている。利用促進策として2009年4月15日から6月30日まで、三宮、花時計枚引くハーバーランド間の2階乗車券と沿線施設優待券をセットにした地下鉄海岸線と深海遊ギップを三宮、花時計枚引くハーバーランド間の各駅で試験的に発売した。 同日までに利用客増加の効果が見られれば試験、発売期間の延長を検討するとしていたが、同年5月後半頃の新型インフルエンザ流行の影響などで売り毛は低迷しており、利用促進のために試験発売期間を8月31日まで延長した。2010年7月7日から2011年3月31日までは、海岸線が1日中利用できる、海岸線。 上徳1デーパスを450円で発売した大人用のみで小児用は発売なし。以後2011年7月7日から2014年3月31日まで毎年度発売した。2014年7月1日からは8月31日まで駅間キロが1キロメートル以下の区間を大人110円、小児、経路60円で利用できる1キロ切符の 実証実験を実施した。後に、利用促進のため試験発売期間を9月30日まで延長したが、販売目標に届かず本格導入は見送られた。2017年、平成29年7月1日より、兵庫区、長田区南部の地域活性化及び人口減少、利用者向上対策として、海岸線全線で、中学生以下の運賃無料化を実施。 公共交通の運賃無料化は、全国初の試みで、高級化、制度化も視野に入れて取り組まれている。中学生以下であれば、居住地は問わず、神戸市外の住民でも、無料で利用可能。利用には、定期券販売所で即日発行される、フリーパスが必要で、6月1日より受付開始。海岸線は1989年の海湯。 政策審議会答申第10号では、新長田から和田三三宮を経て新神戸を結ぶ路線として示されており、三宮、三宮、花時計前から新神戸間が未開業となっている。また、三宮、花時計前から長く、さらには東名高内への延伸が構想されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。